ートモードオン。楽ちんだな。あ、いたいた。ゆうみっけ。付き合えよ。違くて、そういう意味じゃなくって、仕分け委員会の仕事を手伝ってほしいって意味で。ちょ、待って、私も別にあんた嫌いじゃなくて、だったらちゃんと考えるから、前向きに、すげえ前向きに。な、嘘泣き？こんにゃろー！たく、すっごくこき使ってやるからな。ん？今日は視察の予定はないから事務仕事かな。私と密室で二人っきりだぞ。ドキドキする？ときめいちゃうだろ？誘った私に感謝しながら仕事しろよな。ん？何？うん、それで？私迷惑だなんて思ってねえよ。手のかかる弟がいたらこんな感じかなーって。仕事が終わったら思う存分寝てもいいし、今日はみんな外回りだから、頭使った方が気持ちよく眠れるって。ゆう寝すぎ。そんなに寝てたら脳みそ溶けちゃうって。もっとやる気出せよな。じゃあその余った力をあたしがリサイクルしてあげよう。授業中ずっと寝てたし充電できてるでしょ。しょうがないな。よし、こうしよう。手伝ってくれたご褒美にあたしが膝枕してあげる。これでどう？そこそこいけてると思うけど。ほれほれ。ゆう赤くなってやんの、かわいい。ふん、ゆうの方が先に私をからかってきたじゃん。お返しだ。ゆうってば私相手でも赤くなったりするんだ。お世辞センキュー。ユーもそこそこイケてる顔してるよ。男は顔だけじゃないって。やっぱりハートでしょ。私、ユーは決めるときは決める男だって知ってるから。そんなの当たり前じゃんか。あたしはユウがいいの。ユウのことすっげー信頼してるんだから。はっ、はぁ、な、何言っちゃってんの。違うよ、これはそういうんじゃなくって。あたしは別にそんなつもりじゃないよ。勘違いすんなよ。そんなのできるか。またからかって。こんにゃろ、もう一回殴ってやる。こんな、今日は簡単に返してやんねえから。
だからそういう意味で言ってるんじゃないってば。うっさい、セクハラ禁止、バーカバーカ、ユウの思春期。それでさ、ユウはご褒美欲しい？だからさっき言ったでしょ、手伝ってくれたら膝枕してあげるって話。やっぱ今のなし、忘れる、記憶を消せ。私とユウが一緒にいるんだから楽しくないわけないじゃん。何してたってユウと一緒なら楽しいって、絶対。うん、そうだそうだ。あ、そう？今までもこんな感じじゃん、私たち。まあまあいいじゃんか、私とユウの仲だし。仲良きことは美しきかな、親しき仲にも礼儀ありって言うし、似たような感じだからくっつけてみた。一個でもあってれば十分だって。固いことは一個なし。さあ行くぞ。それはユウの努力次第かな。あ、そうだ、早く終わらせてさ、寄り道して帰ろうよ。二人っきりってなかなかないっしょ。うん、決まり。久しぶりにじっくり勝負といこうぜ。自信満々じゃん。あたしだってやられっぱなしじゃねえから。そこまで言うなら何かかける？お互いのプライドと、もう一つ。何がいいかな。甘いものもいいし、どっか遊びに連れてってもらうのもいいな。最初から負けるつもりで挑むほどバカじゃないよ、あたしは。よし、そんじゃまずはお仕事しよっか。さあ、キリキリ歩け。仕分け人なめんな。こうなったら勝負だ、勝負。ああ、勝負って俺たちとお前がか。野球やれんのか。怪我するぞ、やめときな。うっさい、そんなのやってみなくちゃ。あ、ユウ、ちょうどいいところに。これでちょうど2対2。さあ、勝負しろ。こいつらがちっとも部室の中見せてくんねえのよ。予算と備品の数が今年は全然合ってないし、怪しすぎ。いやいや、俺たちちゃんと正しく備品買ってますよ、仕分け委員会さん。そうそう、部費で買い食いとかゲーム買ったりしてませんよ、なあ。
や、女子に見られるのはなあ。僕たちシャイだから。さっきからこいつらずっとこの調子でさ。そう、徹底的に調べてやる。私とデートしたいんだって。よし、わかった。俺の弾が撃てたらお前たちの勝ちだ。デートしようね、空森のお嬢様。ユウ、あんたから撃って。はい。ユウ、私を甲子園に連れて行け。あんたにはがっかりだ。次は私だ。ユウ、あんたの敵取ってやる。ヘイヘイヘイ、ピッチャーいつでもかかってこい。あら、まずはストライク一つだな。今のは様子見。見てろ、次が本番だし。うらっ。これでツーストライクだな、お嬢様。きしゃ、次は絶対打っちゃる。なんだよ、お前三振したんだから引っ込んだろよ。さあさあ、どうせあと一球で終わりなんだし。ちょっと何すんだよ。何なんだよ、いいところなんだから邪魔すんなって。やるじゃん、ユウ。さすが私の相棒。それで攻略法って。あ、それのどこが攻略法なの。なんでそんなことわかるの。確かに外側の弾は遠かった。最低な理由だけど説得力はあるかも。おお、任せとけ。おい、でかいの一発ぶちかましてやる。やるわ。やったー。マジかよ。参りました。祝杯は最高だね。ねえねえユウ、見た？あの二人の悔しそうな顔。あたしの目の黒いうちは不正なんて許さないし、思いっきり部費の私的流用してくれちゃってさ、
底的に教育的指導しなきゃ。ん？何を？ちょっと前まではそんなの気にしなかったのに、私そんなに無茶してるように見える？いつでも心配してくれるけどさ、でもユウが助けてくれるじゃん。だから私全然不安じゃないんだ。ってことでこの後もよろしくね、ユウ。今日中に視察の予定があと3件、サッカー部とテニス部、あとバスケ部。さ、それじゃあ行こっか。次はサッカー部。ん？優が逃げないように確保。当然一緒に行ってくれるっしょ。体に黙って触るのはセクハラでしょ。じゃあ例えばカンナや幽霊部の子たちにも同じことすんの？なんで私だけにはやるの？はいはい、仲良し仲良し。落ち込んでなんか。大したことじゃないよ。ちょっと上に注意されただけ。そう、お前の視察は過激すぎるってね。野球部と勝負したのが良くなかったみたい。あの後もちょこっと暴れちゃったしね。ん？なんで優が難しい顔してんの？全然平気だって。よくあること、よくあること。はーい、もう考えるのやめー。あー、すっきりしたらお腹すいた。あ、いただき。ね、いいじゃん、半分こ半分こ。あたしたち仲良しなんです。そんじゃ、これからも仲良しのおまじない。ちょっと待っててねと。はい、これユウの分ね。ストップ！それは私の、あんたのはこっち。はい、あー召し上がれ。早く食えよ、私もお腹空いてるんだぞ。そう、女の子同士でよくやってるけど、カンナは幸せそうに食べてくれるし。これくらいユウもアクターとやってるっしょ。そっか。
まあ気にしない気にしない。もうなんだよ、私のカツサンドが食えないってのか。次は私ね、バッチコーイ。そっちが私のって言ったでしょ。よこせよこせ。ちょっと人聞きの悪い言い方しないでよ。あんしてやったでしょ。今度はユウが私にする番。早く早く、いいから食わせろ。すぐ毎日売り切れるだけのことはあるね。ねえねえ、他にはどんなパン買ってきたの？いいじゃんか、一緒にお昼しようよ。嘘だ、私の弁当半分分けてあげるからさ、ユウのパンも半分ちょうだい。オッケー、二人でゆっくりランチと行こっか。ありがとう、元気出た。心配してくれて嬉しかった。もうすっかり元気になっちゃった。あ、そうだ、私が落ち込んでたって話は内緒だからね。はあ、恥ずかしいでしょ、いつも元気なのが私のキャラなんだしさ。落ち込んでる私なんて似合わないじゃん。え？どうして？ひどっ、あたしだってたまには落ち込むこともあるし。そんなこと言うなら、ユウがあたしのこと元気にしてよね。これからは落ち込んだら絶対ユウのとこ行くから、覚悟しろ。責任持って私を励まして元気にすること。その代わり、ユウが落ち込んでたら私が元気にしてあげるからさ。そっかそっか、ユウは私の笑顔で元気になるんだ。それならいつも私のそばにいてくれなきゃね。まずはお腹いっぱいにして元気になろう。いただきます。あ、それが踏んでんだもん。さまでした。あー、お腹いっぱい。私は好きだけどね、花咲家の味も。ん、もしかして空森家と花咲家の味混ぜたら最強なんじゃないの？私片付けてから戻るから先に戻っててよ。すぐ終わるから大丈夫だって。ほら早く行った行った。来てくれたのがユウで、ほんとよかった。